佐藤すみかです。今回は超簡単便秘解消体操をお伝えします。今からお伝えするこの体操は直接直腸を刺激してあげることであなたの辛い便秘が解消することができますから、早速チャレンジしていきましょう。はい、それでは今から2つの手順でお伝えします。ではまず1つ目です。足を揃えてまっすぐ立ちましょう。両手は自然に下に下ろします。はい、それでは手順の2番目です。まっすぐ立ったこの状態から、例えばこの壁ですとか椅子でしっかり上体を支えてください。そして右膝を軽く曲げてあげます。この時左足でしっかりと立ちましょう。そしてつま先が床についたままかかとだけ上げ下げしていきます。では20回していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、この体操のポイントは左足で立ってかかとを上げ下げすることなんです。そのことで直腸が刺激されてあなたの辛い便秘が解消されます。また先ほど20回しましたけれども、あなたのペースでもしできる時は30回から50回ぐらいまでチャレンジしてみてくださいね。もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。